わりまに、よろしくお願いします。チャンネル登録してね。よろしくお願いします。ありがとうございました。よろしく。やっほー、みんな、お知らせがあります。今後、イラストの NFT 販売、音楽の配信、T シャツなどのグッズ販売もします。YouTube の説明欄、Twitter などをぜひチェックしてみてください。とってもワクワクなものがいっぱい売ってます。よろしくお願いします。中には限定商品もあります。何か特典あるんですか、アカネキャス様。デートができるよ。はい、お願いします。今日も。よろしくお願いします。これこれやっていきたいと。やっています。と、はい、ああいうことで。アカネキャス様。あ、何それ。はい。で、これこれ時事ネタを普段書いてますということで。そうです。早速なんですけど。さすがに。あの、よろしくと言いたいところなんですが。はい、で、今日の目覚めとは愛、目覚めとは希望、目覚めとは勇気。その毎回のあれは何なので、みんな目覚めてますか。目覚めてるでしょ、これ見てるんだから。あー、そういう意味の目覚めじゃございませんのよ。なんか思想最近強いよね。うん、思想強いよ、もともと強いからね、私は。あ、そうね。うん、ちっちゃい頃からね、なんでね、人間ってね、動くんだろうねって思ってたからね。哲学好きやねん。で、プラス自由主義学も好きやから。時事ネタなんですが、うん、やっぱりそっち系の分野はね、はい、聞いてて面白いよ、ね、ハリウッドで。え、びっくりした。ハリウッドスターたちが今大ストライキを起こしていますということなんですね。AI ちゃん。あ、や、なんです、知ってるんですか。うん、なんかブツブツ言ってたよ、この間撮るのが。なんか文句みたいな感じ。いやいやいや、ハリウッドがさ、うん、はい、皆さんにね、ルメルメルメみたいな感じ、皆さんにね、流し聞きしとったから、なんとなく、あ、ハリウッド AI みたいなさ、思っとったやんか。はい、説明させていただきますと。ということで、ハリウッドでハリウッドスターたちを AI でスキャンしてしまうと。で、AI でスキャンしたら、そうしたらそのハリウッドスター2人になるん。2人どころじゃない、もう永久に無料で使おうっていう考えの団体が出てきてしまったと。アナルのシュワルツネッガーがもうなんか2人になって3人になったり、もう無限に使えますと。え、スキャンしてしまったらね。じゃあさ、今地球上にさ、シュワルツネッガー何があるん。いや、そういうことじゃなくて、まあまあまあ1人ですけど。で、1人、5人とかになってるんじゃん。まあその AI でそのスキャンしてしまったら永久に無料で使えてしまうので、そのハリウッドって、ハリウッドスターの俳優さんたちって映画の視聴回数とか出た回数とかでこうお金をもらってるんですね。あと脚本家たちとかも合わせて、もうみんなでストライキを起こしていると。 AI に対してストライキを起こしてるんですね。ハリウッドがもう無限に無料で使うって言ったんで、アガニキョウ様はだから AI でスキャンして、もういろんな動画にこう勝手に使われてたらどう思いますか。しかも無料で。めっちゃ笑う。まあそう思う人もいますけどね。あ、うん、私がハリウッドスターやったら怒る。そうなの。さすがに、だって、うん、めっちゃ頑張ってあそこまで行って、はい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 、そんな量産されたらそら困りますと。なるほどね、うん、プライドとかもあります。命かけてるようなね、シーンがあったりもするわけやしさ。確かにミッションインポッシブルね、そうそうそう、はいはい、やのに、はいはい、まあ私たちはまあ普通にゲームやったりとかで、うんうんうん、それでなんかあの量産されたとしたら、まあ、うんうんうん、びっくりするよね。まあ、これね、何が問題かっていうと、やっぱ AI の無料のねやつは問題なんですが、うん、消費者、まあ、ユーザー、僕たちなんですけど、うんうん、まあ、ネットフリだったりとかアマプラとか、うん、月額の料金がまあ跳ね上がってしまうんですね。結局お金が配布されないといけないわけですから、うん、なんでアマプラとかネットフリが料金がどんどん上がってしまったら困ると、うん、いうことはあるとは思うんですけど、うん、実際俳優さんを、まあ、うん、なんだろう、映画で CG で使ってる映画ってもう5万とすでにあるんですね。例えば、うん、ワイルドスピードのすごい有名なシーンなんですけど、もう最後に、うんうん、別れの言葉なしかみたいな、で、そうだみたいな。絶対見てないやろ。みたいな。見てないやろ。もう感動するシーンなんだから、もう、ポール・ウォーカーさんが亡くなってしまったんですね。別れの言葉はなしか、せやないや、だからこそまた会えるね。炎上する。エンジニアの友よ。炎上する。マジで。そのポール・ウォーカーさんが亡くなったから CC で最後のシーンを作ろうってことで、最後の曲も亡くなったポール・ウォーカーさんのための
曲を映画に差し込んで、で最後ポールウォーカーに捧ぐってこう書いてあるんです。すごいいいシーン。もう俺たちは忘れない、何話そうとしたか忘れた、君のことをちゃうわ、ずっとずっと See you again やつ、あっててててれ、知らないなこれ、あーでんてんてんてれやろ、ててなんだそれでも知ってるよ、スタンドバイミーじゃねそれえ混じってる、スタンドバイミーじゃね、混じって混じってバジリスク、はい、で、はあ、まあ AI の技術が、はあ、俳優さんたちもね困るんじゃないかと言われてるんですけど、でも消費者としては永久に若い、例えば、うん、アーノルド・シュワルツネッガーをずっと見たりとか、まあシュワちゃんに関してはもう年取ってもかっこいいんですけど、まあでもシュワルツネッガーが何回か家に来るとかあるやんか、よくわかんない何の話、わかんないよね、でも若いシュワちゃんか、何の話、だから年いったシュワちゃんか、でも結局わかんないよねっていう、何言ってるか全然わかんないんだけどじゃあ全然頭に入ってこないで、はハリウッドスターってそのなんていうのかな、なんかいろんな問題を起こしてしまって、その映画界から追放されてしまったりとか、ね、あとその見た目が全然容姿が変わってしまって、うん、もうなんかいい俳優さんだったのに映画でこう起用されなくなってしまったっていうパターンとか結構あるんですね。外見？そう、外見とか関係あんの？あります、はい、あります。で、まあ、全然起用されなくなってしまったっていうパターンも結構あるんですね。その点あの黒人さんってさ、ずっと鍛えてたらずっと変わらないから、あずっとずっとそうですだね、ずっと一緒だよ、はい、うん、なんか18歳も56歳もほとんど変わりない。うん、確かに、でもそれは変わるだろう言うことが王子さんっぽいか子供っぽいかの違いで、いやでも渋い黒人さんの俳優さんいますからね。でもボビーさ、じゃあさ、あのボビーボビーオロゴンさ、もう違うのよそれね、ハリウッドそのテレビに出始めた頃ってめっちゃ昔なわけ、うん、でも今のボビーって全然変わんないのよ本当に、うんうんうん、なるほどね、うん、まあその AI だったら、まあ、年を取ることもないのでずっと若いままいろんな映画をたくさん作ることができるっていうのはどう思いますか、アガニキさん。その前に一つちょっと言いたいんだけど、はい、英語でボビーっていう時はちょっとバッとブーの間バビーみたいな、バビーみたいな感じで言うの、分かんないんだけどどうしたらいい誰か止めて何が誰か止めて、全然頭に入ってこないよ大丈夫大丈夫、どう思うか、バビーバビーバビーみたいな感じになるの、うん、そうだよ、うん、うん、で、何で、何の話だっけずっと若いハリーポッターを 見たいって人とかもいると思うんだよね。じゃあずっと同じさ、賢者の石ばっか見てたらいいんじゃん違うんだけど、新しいさ、ずっとさ、なんか新しいシリーズがいっぱい出ても DS? 新しいシリーズが出ても、うん、ずっと若いハリーを見たいって人もいるかもしれない。ずっと若いハーマイオニーとかロンとかあのまんまの3人ぐらい、ドラコ・マルフォイとかずっと若いハリーポッター見てたいって人もいるかもしれない、あの、うん、亡くなった校長先生とかさ、はいはいはい、あとだ、ね、ダンブルドア、はいはい、ダンブルドアさん先生とか校長とか、うん、あとあれかスネープ先生、はいはいはい、あの人たちいけるの、あ、はいはい、 AI だったらいけるんじゃないですか、あ、蘇る、そうだね、だからもうすでに亡くなってしまった方とかも全部 AI でスキャンしたら新しい映画作れるんじゃないかな。じゃあそのストライキを起こしてるハリウッドの人たちは、うん、生きてる間はその生身を使って、亡くなってる人だけ AI でちょっとプラスしたらいいんじゃない？そういう契約があってもいいよね、確かにね。うん。まあそのお金の流れだよね、結局ね、でもみんなで揉めてるってのは、あの亡くなった方がじゃあ AI になって、じゃあそのお金がどこに行くのかってこと、ちゃんと俳優さんに流れるのであればね、いいと思う。さあ、このハリウッドのストライキ問題どうなると思いますか、アガニキマスさん。どうにもこうにもなんとかなるんちゃう？
この壮大な宇宙の中でこのチャンネルを見つけてくれてありがとう。これが君の人生の中で何か一つでも役に立つことを心から願う。グッドボタン、チャンネル登録してもらえるととっても励みになります。よろしくお願いします。 Twitter や Instagram などの SNS のフォローもよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。あちらに見えますのが天秤座でございます。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。 See you next time. Interesting, right?